さあ、いけるか。ここで上がったらトップ相当来る。違う、そんなのバカ。なんで今さら買うピンドラの。あと2回もある。あのバカとかは放送大丈夫なんですか。すいません、あの大丈夫ですか。はい、ダメだと思います。日吉さんだけ OK なワードで。サードだ。いた。1個あったら勝負決まるぐらいの大物手。4000オールドラのパーソーでした。裏ドラリーチツモピンフドラ裏4000オール。なかなかな今シーズン初トップに向けて大きな一撃。これはでかいっすね。 19% 現状いったね多分。なるほど、上がり率。多分ね。いや、中田自身もこのゲームで 19% にすることは難しいと思うんですけど、なんて言ってましたが、まあ、ちょっとあのもう一回上がらないとオーラスまで終わった時にはね下回ってるかもしれないですけど、はい、いやただもうあの無理する展望ではないと思うので。はい、さあ、なかなかな。昨シーズンは個人成績36人中35位、初トップが来たのも個人11試合目でした。非常に苦しんだデビューイヤーを乗り越えて瀬戸熊がまた来てる。ダブルリッターメンタンピンドラじゃないですか。はい、恐ろしいです。え、ちょっと待って、これ7じゃない。表示牌だけ。本当だ、こんな引き算ある世の中に。インド人もびっくりの引き算ですよこれ。現状誰も打てないわけですね。あいや、打てない。そう、論されようがない。なぜなら持ってないから。いや、これは数学が得意なインドの人もびっくりするぐらい残ってましたよ。こんなのが7枚なんてあっていいものか。積もったら羽番って意味ですか。羽番からですね。ただ浅見さんも嫌だけど手出ししようがないもんね。もう知らんと言って上がりに行っちゃうみたいな。そうは言ってもな。そうは言っても人の一番ないですからね。はい、高田さんはね、あ、瀬戸熊さんダブリですか、うん、どうぞ積もってくださいっていう感じでしょうけど、はい、中田としてはこの久渡の加点がないことがやっぱり一番嬉しいですからね。だからこれは久渡以外の小型が加点する分には親が残ってる遊びはね、うん、そう嬉しいって感じもしないけど、まあ瀬戸熊の加点はまあ OK ですけど、うん、ただ3000、6000って言われた瞬間ちょっと高くないですか、はい、とは思いますけどね。さあ依然ならまだ誰も打ち合わないの、うん、ないですね。あ、そう、これ何引いて転破したんですか。ちなみに三蔵で、ね、三蔵頭できた、はい、しかも嬉しい方。あ、ヤンピちょっと行きたくなるね。そうですね、1,2,3 2冊とか3色見えてきましたね。まあ、ダブリの場合は愚形も結構ありますからね。うん、手がいい人は完全無視も一つの方法ですからね。こんなにいいってのは珍しいですよね。うん、まだ6。あれつもって言われたら対局者3人心の中でね、ずるって思いますから、ね、はぁって思いますよね。ずるくねみたいな。払いづらと思います。僕払いにくしと思いますよ。やだ、払いたくない、ね、払いたくない。いやいや、ちょっと待ってくださいと言いたいです。ただそれもこれも全てはリャンピを持ってきてからの話。まだ山に6枚あるが瀬戸熊のところにはまだ来ていません。現状表示牌に1枚と浅見に1枚。あれね、積もれる気しないんだよね。ピンズだけ持ってきてないでしょ、積もね。確かに、しかもここまでちょっとこの不調となると、ね、本当に上がれるかなと。あれ、いいシャテン、いいシャテン、いいシャテン。今リャンピ持ってくれればチーマンって打って、そうね、はい、ただテンパイしてからだとねちょっと大変ですよ。ウーピーヘル、はい、もしかしたら下手にテンパイしない方得かもしれないね。チーマンこれ通ってますね。しかし時間かかりますね。減った4。ちょっと嫌な予感がしてくるね。中田イーションっていうの本当だ。え、ウーピンってまだ3枚ぐらいあるんですか。ありますね。追いついちゃうとかあるか。いや、十分ありえる。あ、引いた、うん、この順目で4自体がもうめつろった。3,0006,0003,0006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 ,0
ダブルリーチつも単葉ピンフドライチ3000-6000。いやちょっと浅見は納得いってないぞ。何ですか瀬戸熊さん、その3000-6000ずるいじゃないですか。いやちょっと不満そうな表情に見えます。あの僕だったら中田さんのとこにいても納得はできないです。何なんですかと。まあいいやとは思うけど、はい、納得はできないね。さあ何の最強小林里に変わります。開幕個人2連勝中の久里、3連勝を目指すも今中田が大きくリードしています。2局も危なくなってきてましたもんね。しかも3人競ってますからね。これ中田にとってはめちゃくちゃいい展開ですよ。さあ皆さん上がってください。瀬戸熊さん、浅見さんと